私に付き合わせたみたいでごめんなさい。いえ、あのウルトラレアの竜薙降臨さんと一緒にお風呂を作れて光栄です。でも作ったはいいけど、お客さん全然来ない。ガラガラ。やっぱり作ったからにはお客さんに来てほしい。そうよね、じゃないと開拓の意味がないもの。うわぁ、気持ちよかった。黒野、よー、トコハ、いい湯だったぜ。トコハさんのお友達ですか？え、ミクルさん？ん？若い。つまり、この銭湯を流行らせたいのか？じゃないと作った意味がないもの。意味、別にそんなのなくていいんじゃないか？なくていい？これはミクルさんじゃなくて俺の知り合いの話なんだけど、その人は俺を育てるために一生懸命働いてくれてる。でも確かに俺のためっていうのはあるんだけど、その人その仕事が大好きなんだって。だから俺は大好きな仕事をしているその人の姿を見るのが好きなんだ。黒野、なんか恥ずかしくなってきた。じゃあな。あの人の言うこと一理あるかもです。この星を楽しくするんだったらまず私たちが楽しまないと。確かにそうかもしれない。せっかくの自由ですもの、楽しまないと損よね。もしかしたらそっちの方がお客さん来るかもしれませんね。じゃあ私、エステ施設が充実したスパリゾートがやりたい。いいわね。じゃあ私は歌が歌える特設ステージ。私は本がいっぱい読める場所が欲しいです。なんだか楽しそう。トコハは？え？私？どうしよう。みんな自分の個性に合った提案をしてる。私も個性に合った提案をしないとみんなに無個性な女の子って思われちゃう。私、安城トコハといえばコロッケパン？コロッケ風呂？何それ。わあ、わけわかんなくなってきた。やりたいこと、やりたいこと、やりたいこと。セルカ受け取った。イメージ。え、